おはようございますす西田です、えっと、今日の東京なんですけども、めちゃくちゃいい天気ですね、で昨日と同様晴れ、そして湿度のまあまあで、えっと、暑いって感じですね、30度を超えると、もう8月なのでね、まあ、しょうがないですよね、その辺はね、もう熱中症に気をつけてね、皆さん、この土日、今日は8月8日土曜日なんですけれども、えっと、撮影をするにしても、まあ、熱中症に気をつけるという感じですよね。僕もね いろいろとロケ出ようかなっていう、ね、ちょっと動きをちょっと多くしようかなっていう感じで、ね、作品撮りをちょっと多めにしていこうという流れですね。というところで今日はこのちらのサブチャンネルそしてメインチャンネルですねであとはね作品撮りっていう流れですね、まあ、ちょっとロケでっていうところになりそうなんですけれどもなので僕もね本当に熱中症に何度も言うんですけど気をつけてやらねばっていう感じですよね。 で、えっと、今日のお題なんですけれども、えっと、ボディ内手ブレ補正が完璧ではないというところですねそこが万能ではないというお話をしようかなと思っておりますで、えっと、これどういうことかと言いますと要するに R5 とかが、えっと、合計ね協調補正とか入ると合計最大8段手ぶれ補正が入ったということで手持ちとかでね滝が取れてるっていうサンプル写真とかが上がってましたよね あれ本当にすごいことで,で、僕も実際ね、街中のスナップとかで暗い中のシチュエーションで、えっと、1秒とかね、こう持って、その時はレンズのファームアップしてなかったので、まだ協調制御があの働いてない状況でも、であるにもかかわらず、1秒とかね、ホールディングしてても、やはりぶれないと、要はすごいんですよ、ボディ内ナ手ブレ補正の効果、そしてスタビライザーとの連携ですよね、本当にすごくてですね、で、それに関して、 えっと、かなり今後ね、撮影する行為が変わっていきますよということは、皆様に、ね、アナウンスしたんですよね。 えと例えば三脚を今まで持っていったのを持っていかなくていいとか一脚とかね小型の三脚をもう本当にちょっと昔だったらシャミラーショックとかでブレていたところがあの小型の三脚でも置いて撮影すればかなりねブレずに撮れますよとかねなのでかなり機材が軽量化できますとそういったものでね皆様にお勧めしていたんですがただね実を言うと,、えー、とボディ内ナテーブル補正そして協調補正で8段。 手ブレ補正が入ったところで意味がないと言いますか、えー、と気をつけなきゃいけない万能ではないというところがあるんですよね。これが何かと言いますと結局、被写体人物を撮影しててもです、ね、シャッタースピードが遅くなってこういう動き自分の手ブレに関しては止まってくれるんですけれども被写体がじゃあ1秒の間にこうやって動いてしまえば結局はこの間はブレるわけですよね動いてることになると。これははカメラの被写体ブレは、えー、では あのえー、とカメラの中のボディナイトブレーブル性では制御できないんですよ、ここに関しては。フォーカスが動いてくれないですかね、フォーカスまでもがここでねシャッター切った間に動いてくれるっていうのであれば別なんですけども、未来はね、その被写体ブレスラーももしかしたら、えー、となんていうんですかね、フォローしてくれるようになるかもしれません。カチャってこうやってあのシャッターがこう降りてる間も、えーと、フォーカスがトラッキングしてて、トラッキングしてて追っかけてくれるっていうね、カチャカチャっていうね、こういった。 トラッキングですが、結局はこの動いた分は、露光されてしまうので、結局、被写体がここからここに来る際にブレてしまうんですよね。なので、こればっかりなかなか難しいというところで、現代の技術も含めて、まあ、これが5年後にもこの被写体ぶれが解消するかっていうところ、なので、今のはここからね、ここまで大げさにやってますけれども、これがね、こ,この動きだけでも1秒間で結構大きく動くので。とか これだけでもね、1秒間でやると動くと、被写体ブレを結局考えなきゃいけないと、えー、とそうなった時に、じゃあ手ブレ補正、ボディ内手ブレ補正だから大丈夫、だめだ、だめだと。じゃあどう,フォローすればどうフォローすればいいかと言いますと、最後はね、やっぱね、シャッタースピードなんですよね。いつもこれは、あの、僕が絶対に映る、絶対に簡単に映る方法とかでね、メインチャンネルとかです。 説明しているときもそうなんですけれども、絶対にしてほしいことが、シャッタースピードは500分の1以上ということを提唱しているんですよね。これ、なんでかって言いますと、結局は、こうやって、こんにちは、こんにちはって言った時の、やーって言ったとき、このやーの部分ですよね。ここが絶対ぶれるんで、やーっていうところを表現したければ、ここで止めるしかないんですけれども、ここで止まったときにね、うまく、あの、撮影できればいいですけれども、この、ここに至る、この、この部分で、この部分で、 シャッター来てしまうとこれがシャッてブレてるわけですよねこの,辺なんこの辺をあの仮にでもやーで止めるにはやは,りやはり500分の1とか以上が必要って感じになりますね500分の1で切っててもここのこのスナップの部分に関しては意外とブレたりするのでなので、ね、理想を言えば1000分の1ですが室内だとせめて200分の1とか200分の1を推奨してますじゃないともう磯がね高くなりすぎて、えー、と追いつかないとかそういった可能性も出てくるんで出てくるのでね なので室内は最低200分の1以上そして外では500分の1以上まあ晴れてればね必然的に1000分の1とかになってくるのでその辺は問題ないかなとは思うんですがとにかく室内暗いシチュエーションでもなんとか200分の1を出しましょうっていうねこの辺が僕のこの、えー、といつも何度も言っている提案というところですよね。これは何でかって言いますと今申し上げたボディナイティブレオスとかいかに進化しようとも結局この被写体ブレだけはねあの防ぐことができないんで。 これを防ぐためにはシャッタースピードを上げて止めるしかないとピタッとねパッてここでここの速度を速くしてシャッターのねそれを止めるしかないということでねと,とにかく今日申し上げたかったのはボディ内手ブレ補正は万能ではありませんよとなので有用性がある部分に関しては結局はその風景とかねスナップのジャンルですねでも人のポートレートを撮ったり激しいね、えー、とステージ撮影で、えー、と例えばアイドルの方が踊るとかねそういった時には あのボディ内手ブれ補正、もちろん、被写体ブれと手ブれを両方防ぐうちの手ブれの方は防がれるんですが、被写体が回転したり、手を、ね、大きく振って踊ったりとか、それを止めるには、結局はシャッタースピードがすべてってなってくるので、今度は、ね、カメラの ISO 感度が高ければ高いほど、その辺のシャッタースピードをちょっとでも稼げますよね。一段、もしくは半段とかね。それが大きく寄与、えー、してくるかなっていうふうになるんですよね。というところでね、今日は、えっと、ボディ内手ブれ補正は完全ではない。 というのは、いわ手ぶれを防いでくれるということです。なので、被写体ぶれだけは防げないので、そこに関しては、シャッタースピードで、ね、フォローしていきましょうというお話でした。というところでね、参考になればと思っております。それでは皆さん、今日も一日、酸ヶ湯にお過ごしください。西田渉でした。どうも。